内田光一内田光一は、日本中央競馬会の元騎手で、現在は、調教助手。立東トレーニングセンター所属。千葉県出身。1988年にデビュー。同期には、岡淳一郎や騎士茂彦、菊沢隆則らがいた。デビュー当時は、立東トレセンの池江康郎級者所属。一旦フリーとなったが、 その後、清水で備級者に所属となり、騎手引退後も、清水の定年まで同級者に所属していた。同年3月5日の阪神競馬第3競争、山人ホーマーで、初騎乗。さらに4月10日の阪神競馬第6競争、アルピガに騎乗して初勝利を挙げた。デビュー3年目の1990年、中日新聞杯で同館上に起場に騎乗し、JRA 重賞初制覇。 全15頭中で10番人気と人気薄での勝利であった。さらに同年の菊花賞ではメジロマックイーンに起場し、制覇内田にとってこれが JRAGI 競争唯一の勝利となった。最終的にこの年は26勝を挙げて過去最高の成績を収めたものの、翌年から同馬の主戦機種はメジロ牧場の悲願であるメジロの不景による 天皇賞三大制覇を果たすために、竹と与え交代となった。1993年11月6日、福島競馬第10競争、メジロレノンズで勝利し JRA 通算100勝。1999年3月7日、中京競馬第12競争、プレゼントシティで勝利し JRA 通算200勝。2005年9月3日、小倉競馬第1競争。 ドナラークで勝利し JRA 通算300勝をそれぞれ達成する。2006年からは、騎乗機会確保のため、それまで一度も騎乗したことのなかった、障害競争にも騎乗するようになった。デビュー後に障害競争の騎士免許を返上して、平地競争のみで騎乗する騎士も多い中、デビューから19年目での障害競争初騎乗というのは極めて珍しい例である。 2007年1月13日、牛若丸ジャンプステークスで、サフランブリザードに起乗し、競争中に落馬。頭蓋骨を骨折するなどの重傷を負ったが、療養の末、同年4月に無事復帰を果たした。2008年3月20日付で騎手を引退することとなり、最後の起乗となった同年3月16日に、阪神競馬場第5競争の神話戦では、 かつて所属していた池江康ー級車の k i フェラーリに起乗し、一番人気に押されたが6着だった。レース後にウィナーズサークルで引退式が行われ、騎手仲間から胴上げされて3度中に待った。なお、最後の起乗レースの実験と実際に使用されたゴーグルはそれぞれサインが入り、抽選で競馬ファンにプレゼントされた。 騎手成績は5781,320勝であった。引退後は、調教助手に転校し、清水いずるび級車を経て、松下部支級車所属となり、2019年の阪神、ジュベナイルフィリーズを制したレシステンシアなどを担当している。2008年3月16日の騎手最終騎乗日に、中山競馬場で、かつて内田自らが騎乗し、菊花賞を制した。 メジロマックイーンの産区である、北斗スルタンがサンシャインステークスを制し、同じくメジロマックイーンの産区であるヤマニンメルベイユが中山ヒンバステークスを制し、一部マスコミでは当日をマックインデーンでと称した。ありがとうございます。